後はどうなったの？何か知らせは？各国の警備が強化されているようです。クライブ、よく帰ってきた。フーゴ・クプカを撃ったよ。もう奴はいない。そうか、ありがとうクライブ。これで前の隠れ家で死んだ連中も浮かばれる。ダリミル宿場のルボルってやつが、ドレイク・ファングが消えたとストラスを飛ばしてきた。もしかしてマザークリスタルの破壊もお前が？ああ、いろいろあったが。本当かよ、一人でやっちまうなんて。おかえりなさいクライブ。ただいま。体の具合は？もう大丈夫だから、次は一緒に行かせて。待ってるだけって気が気じゃないから。分かってる。そうだオット、あれからウォルードについて報告は上がってきてないか？なんだ、世話しないな。これといってなかったはずだが、ビビアンにでも聞いてみたらどうだ？うん、彼女と話してこよう。やあ、おかえり。無事に目的を果たしたか？お前のおかげさ。帰って早々ここに来たということは、君も気づいたのだな、ウォールード王国の不穏な動きに。ああ、フーゴを撃つことはできたが、奴とウォールードとの関係はわからないままだ。ドレイク・ファングはオーク族に荒らされていた。あの蛮族は灰の大陸にしかいない。ウォールード軍が自国から船で運んだとみて間違いないだろう。他国のマザークリスタルを蹂躙し、一方で同盟を裏切った様子があるわけでもない。あの国はどうなってる？クライブ、対象を見つめすぎると全体像を見失うぞ。あいにく今は君に教えるほどのことはないが、良い機会だ。今一度あの国のことをおさらいしてみようじゃないか。灰の大陸の覇者ウォールード王国、召喚獣オーディンのドミナント、バルナバス王の下で戦によって生まれた国だ。そして849年カンベル独立運動、865年大陸戦争、873年ベレヌス戦役、そういった数々の戦火の中に身を置き続けてきた国でもある。しかしここしばらくは不気味なほど沈黙を守っていてね。クリスタル自治領をめぐる戦にしてもそうさ、同盟国のダルメキアに軍事支援している様子はない。灰の大陸は黒の一帯の侵食が激しいと聞く。にもかかわらず、ザンブレクのように新たな領土を得ようという意志も感じられない。君の話を受けるなら、ドレイク・ファングにオーク族を送り込んだことになるが、かのマザークリスタルを我がものにしようという動きも見えなかった。だが軍備を怠っているという噂だけはついぞ聞かないのだ。では次にウォールードの旗がたなびくのはいつか、漆黒の騎士オーディンが戦場をかけるのはいつなのか。おそらくその時、嫌が王でも世界が揺れるだろう。昨今のウォールードはその行動がなかなか表に出ない。フーゴ・クプカの一件で久々に直接的な動きを見せたくらいだからな。そうか。だが朗報はある。少し前に君のおじごが知らせをよこした。あちらでもウォールードの動きを探ってくれるそうだ。おじさんが助かるな。いずれにせよ
焦っても仕方がない。今は報告を待とうじゃないか。さてクライブ、旧敵を撃ったことを君から直接伝えてやるといい。語り部やカローン、ブラックソーン、年配の方々には特に嬉しい知らせとなるだろうからな。それで今日の講義題としてやろう。お前の口から人を気遣う言葉が聞けるとは。私ほど人というものの本質と向き合っている者はいないぞ。ありがとうビビアン、早速伝えてこよう。噂は聞いてる。うまくやったみたいじゃないか。さすがカローン、耳ざといな。フーゴを撃ったよ。そうかい。ここ最近で一等いい知らせだね。感謝するよクライブ。これでみんな前だけを見て進んでいける。なんだい、さあ見ていきな。もういいのかい。ブラックソン、今いいか。なんだ、用件を言え。みんなの仇を取ったよ。風獄プカを撃った。長かったな。やっと胸の使いが取れた気がする。俺たちも仕切り直さねえとな。これからも頼むぜクレイブ。こちらこそよろしくな。おう、クライブ。何を作る？大事に使えよ。また来いよ。おやクライブ、どうしたんだね。報告がある。フーゴを撃った。そうか、ついに。語り部、泣いてる泣いてる。変なの。今日は祝いだ。お前たちの両親にも報告せねばならん。ささやかでいい。祝いの支度をしておくれ。お祝い、やった。ここからが再出発だ。ああそうだな。本当にありがとう。他の連中にはわしから伝えておくよ。ハルポクラテス、フーゴを撃った後アルテマと会った。奴について何か分かったことはあるか。いや、あれからあらゆる古文書を解読したが、その存在を見つけることができなかった。これは意図して消されたのではなく、もとより存在していないと言った方が正しいだろう。だが現に俺は奴と。
その事実は否定しない。ただ人から見ればアルテマとして存在していたのではなく、天災や病などある種の災いだったのかもしれんとな。災いか。お主があったというアルテマがどういう存在なのかわしには想像もつかん。何にせよ引き続き調べてみよう。わかった、頼む。よし、一度オットーのところへ戻るか。調子に乗ってエールを飲みすぎた。シドがフーゴを撃ったそうだ。オットーに聞いたから本当だよ。各国の警備が強化されているようです。ビビアンに話を聞くにしちゃ、ずいぶん時間がかかったじゃないか。いろいろあってな。そうか、フーゴを撃った報告に。みんな、喜んでくれたよ。なあ、クライブ。この機会に、シドたちの墓参りでもしてきたらどうだ。奴らも心待ちにしてただろうさ。そうしよう。シドやみんなにも知らせてやらないと。ついでにミドを連れて行ってやってくれ。あいつは隠れ家に戻った時も研究ばかりだ。たまには父親に顔でも見せろってな。わかった、声をかけてくる。何か用かな。どうぞ見てってくれ。あら、シド、こんにちは。5年前と比べたら、うちのワインを買ってくれる人も。クライブ、いいところに来てくれた。お前に頼みたいことがある。どうしたんだ。近頃村の外で怪しい人影を見かけるようでな。誰かに見張られてるんじゃないかと村の連中も気味悪がってる。そこで様子を見てきてもらいたいんだ。お前なら万一の場合でも対処できるだろう。もちろん礼は出す。頼めるか。引き受けよう。助かるぜ。まずは村で話を聞いてみてもらえるか。知ってる奴がいるかもしれん。ああ、わかった。うん、村を見張る怪しい人影か。まずはカンタンが言うように話を聞いて回った方が良さそうだ。シド、何か用かい？少し尋ねたいことがある。怪しい人影を見かけると聞いたが、この辺りで何かなかったか？ああ、あの話だね。あいにくだけど私は何も見てないね。この先のブドウ畑で働く連中からもそんな話は聞いたことないよ。そうか、ありがとう。
5年前と比べたら魔法が弱い。少しいいか。村の外で怪しい人影を見かけると聞いてな。何か知ってるなら教えてほしい。その人影ってのは見てないけど、妙な物音なら聞いたことがあるわ。それはどこで？ロベール林道よ。この間薬草を摘みに行ったら、森の方から金属が擦れるような音がしてね。気味が悪くてすぐ帰ったのよ。ありがとう。調べてみるよ。ロベール林道で妙な物音か。怪しい人影と関係があるかもしれない。調べてみよう。生きて村に返すな。黒騎士だと？なぜこんなところに？一体何をしている？貴様こそ！あの村のやつが絶対にては生かしてはくれた！私は村を探っていた。だがなぜ？簡単に聞いてみるか。あら、シド、こんにちは。5年前と比べたら。クライブ、何か分かったか？詳しくは何も。だが、ロベール林道に黒騎士がいた。黒騎士？俺も噂には聞いてる。まさかこの村が嗅ぎ回られるとは。うまくやってたはずなんだが。怪しい人影の正体はそいつらで間違いないだろう。やつはアナベラの支持者だったな。それで黒騎士を手駒にしやがったか。そろそろ俺の用事を済ます時が来たらしい。用事か。確か以前にも言っていたな。あんたはこの村で何をしようとしているんだ？敵討ちさ。敵討ち？ザンブレクの元司法長官、奴を撃つ。
なぜそんな奴を。聞かせてくれるか。そうだな、いい機会だ。話してやろう。俺は昔ザンブレクに司法官として勤めていたことがある。信じられないだろうがな、その頃の俺はある男を理想と仰いでいた。彼の正義と信念に憧れていたよ。それが当時の司法長官、そして今の俺にとっての仇だ。一体何が？ベアラー狩りだ。声高に正義を掲げていた男が裏ではそんなもんで優越を覚えていた。それを知った時、絶望した俺はすぐさま奴を告発したよ。だがその直後、俺の家族は殺された。全て奴の指示でな。何もかも失った俺は職を捨て復讐を始めた。家族を奪った連中を皆殺しにしていったんだ。だがあの男だけ打ち損じた。奴は俺を恐れ、大層な私兵を雇って身を潜めやがってな。俺一人では太刀打ちできなくなっちまった。だから俺は決めたんだ。奴がその気ならこっちも戦をしてやると。このロストウィングはそのために作り上げたのさ。まさか村人たちもあんたの敵討ちのために。そういうこった。村の連中も知ってるよ。ここはベアラー狩りで家族を失った者たちが多くいる。皆志は俺と同じ。だから同志なんだ。俺たちは奴の居場所を突き止めた。それからずっと頃合いを見計らってたのさ。だが黒騎士が嗅ぎ回ってるんなら、この村ももう長くはねえ。さっさと用事を済ませなきゃな。簡単。さてこれから忙しくなる。邪魔だけはしないでくれよ、クライブ。おい、戦支度だ。同志に知らせろ。一体どこに？一体どこに行ったんだ、あいつは。何か困りごとか？まあ、うちで働く職人がいつの間にかいなくなってしまってね。探しに行きたいんだが、店を開けるわけにもいかない。他に店番もいないし、困ってたところなんだ。あんた、もしよかったら、俺に代わって探してくれないか？引き受けよう。その職人の行き先に心当たりは？そういや、よくドレイクファングを見てたよ。思い出があるとか言っていたが。わかった、ドレイクファングが見える場所を探してみよう。
ありがとう、アンブロシア。だった。あんたはパン屋の職人か？そうだけど。店主に頼まれて探しに来た。そうかい。おやっさんが。すまねえ。黙って店を抜け出しちまった。ドレイクファングを見てれば落ち着くかと思ったけど、ますます苦しくなる一方だ。ドレイクファングには何か思い出でも？俺は長い間あそこの鉱山で働いてたんだ。だけどドレイクファングが消えて何もかも終わっちまった。仕事も失って今じゃパン屋の職人。いや、職人といえば聞こえはいいが目下修行中の身だ。頑張ってパンを焼いてもいつも真ん中に穴が開いて失敗続き。こんな虚しい気持ちのままじゃうまくいくわけないのによ。俺はドレイクファングを愛していた。
あの美しい造形が恋しくてたまらなかった。なのにもうドレイク・ファングはないんだ。そこまで愛していたのなら何らかの形に残してみたらどうだ。ドレイク・ファングを形に。そうだ、いいこと思いついたぞ。すぐ店に戻らねえと。あんたのおかげで元気が出たよ。ありがとうよ。じゃあな。おい、まったく何だってんだ。匂いを嗅いでみな。しびれ。おお、あんたか。うちの職人が無事に帰ってきたんだよ。だけどなんだか様子がおかしくてね。さっきからずっとパンを焼き続けてるんだ。見てくれおやっさん、ついに完成したぜ。これがドレイクファングパンだ。ドレイクファングパン。ああ、そうさ。俺が愛してやまないドレイクファングを模したパンだ。尖った山頂、丸みを帯びた尾根、そして中の空洞。いつも真ん中に穴が開いて失敗してたのを使って、あの美しい造形を再現したってわけよ。パンの内側は最高級の岩塩でクリスタルの輝きを表現してある。口の中で広がる甘じょっぱい味が癖になるぜ。俺はこのドレイクファングパンでかつての美しい姿を後世まで語り継ぐつもりさ。これは確かに素晴らしいパンだ。うちの看板商品になるかもしれんぞ。職人が見つかった上に新しい商品もできそうだよ。ああ、よかったよかった。あんたにも世話をかけたね。本当にありがとう。シドがフーゴを撃ったそうだ。オットーに聞いたから本当だよ。各国の警備が強化されているようです。来てくれたんですね。こちらが各地から届いた品です。はい、どうぞ。また来てくださいね。エディータはもう難しい本を読めるって。どうするかな。クライブ、何か用かい。シドたちの墓参りに行くのにお前を連れて行こうと思ったな。ごめんクライブ、今手が離せない。急いで排熱装置を作らないと。排熱装置こいつの設備さ。これは高速外洋航行船エンタープライズ。私と父さんで設計した希望の船だ。エンタープライズには帆船の常識を覆す新しい推進力、ミスリル機関を搭載する。この機関は高熱を出すから、熱を船外へ逃がすための仕組みが必要でね。それが
排熱装置ってわけ。造船はカンベル郊外でやってるんだけど、あっちの工房も手一杯でさ、この装置だけ隠れ家で作ることにしたんだ。ただ船体の建造に影響するから早くしろってカンベルの連中がうるさくてうるさくて。これが終われば墓参りにも行けるんだけど。俺に何か手伝えることは？さすがクライブ、そう言ってくれると思ってた。早速部品作りを頼むよ。排熱装置の主要な部品は3つ。熱を送るための大型の鉄管、ミスリルの鎧、排熱時に船体を守る丈夫な外装、ミスリルの兜。内部の熱に耐えつつ外部からの腐食を防ぐ特殊装甲、ミスリルの盾。ミスリル装備といったところだな。部品は3つ、1つずつ片付けていくか。だったらまずは排熱装置の肝となるミスリルの鎧をお願い。図面や材料は覚書にまとめておいた。ブラックソーンじいちゃんに見せれば分かってくれると思う。ブラックソーンだな。行ってこよう。よろしくな、クライブ。各国の警備が強化されているようです。ブラックソン、協力してほしいんだが。なんだ、さっさと言え。ミドからの頼まれ事だ。あのわがまま娘、この間工具一式をくれてやったばかりだろう。今度は何だって？ミドがあんたにこれを見せろと。どれ、何に使うつもりかわからんが、随分と大掛かりじゃねえか。人手がいるな。クライブ、オットーとガブを呼んでこい。ああ、わかった。慌てて来てみりゃ、ミドの手伝いとは。まあ、これができないと墓参りに行けないってのなら、さっさと片付けちまうか。それで俺たちは何をすりゃいい？ちょっとしたお使いさ。ミドからの注文はミスリルの鎧、大型の鉄管だが、そこらの鉄じゃ脆くて要件を満たせねえ。だから強度に重点を置いて独自の鉄を作ることにした。名付けてブラックソーン鋼鉄。へへ。こいつの材料を集めてきてくれ。とは言っても取りに行く必要があるのは星のクズと呼ばれる黒砂だけだ。他の材料は俺の馴染みの鉱物商から買い付けてきてくれりゃいい。手分けした方が早そうだな。俺とガブのどちらかがクライブと星のクズを取りに、もう一人は他の材料の買い付けに行く。そうしよう。クライブ、どっちと行くか決めたら教えろ。
クライブ、推しのクズの方は任せたぞ。それでオットーとガブどっちと行くんだ。オットー頼めるか。ああ行くとしよう。ブラックソン、その星のクズとやらはどこで取れる？ダルメキアの南ベルクロイ砂漠、川岸を渡れば見つかるはずだ。ダリミル宿場の近くか。運搬に足がいるな。クライブ、俺は荷馬車の支度をしてから向かう。ああ、現地で落ち合おう。二人とも気をつけてな。俺は買い付けに行ってくるからよ。ガブ、鉱物商に引っ掛けられるんじゃないぞ。ブラックソーンの馴染みなんだろ。大丈夫さ、多分きっと。それじゃみんなよろしくな。南ベルクロイ砂漠か。オットーが来ているはずだが。ご苦労様。オットー、遅くなった。来たか、クライブ。ざっと見て回ったが、この辺りなら取れそうだ。何でもこの星のクズというクロスナは火事で使うには不向きらしくてな。売れなきゃ誰も手をつけない。おかげで取り放題だよ。俺たちで使わせてもらうとしよう。お前も探してみてくれ。クズだな。もっと探してみよう。これくらいでいいだろう。オットーに渡そう。どうだ、星のクズは取れたか。ああ、いくらかな。大量じゃないか。
俺の分と合わせればもう十分だろう。クライブ、せっかくだ、もう少し付き合え。らしくなったな。何の話だ？お前のことさ、頭としてふさわしい風格になった。クライブを初めて見た時は厄介な野良犬が拾われてきたと思ったが、それが今じゃ立派に俺たちを導いてる。よくやってくれてるよ。オットーがいてくれたからだ。5年前俺がシドの名を継ぎたいと言った時、あんたは真っ先に味方になってくれた。みんなを説得して一つにしてくれた。あんたがいてくれるから俺は進むことができる。よしてくれ。俺のやったことなんてきっかけに過ぎない。今のクライブがあるのは間違いなく、お前自身が信頼を得てきた証だよ。お前は前の隠れ家を失って絶望していた俺たちをもう一度奮い立たせてくれた。俺はそこに惚れただけだ。そろそろ隠れ家へ戻るか。慣れないことをしたせいか腰が痛くてかなわ。先に戻ってゆっくり休め。ああ、そうさせてもらう。星のクズはブラックソーンに渡しておくからな。さて、俺たちも戻るとしよう。ブラックソーンのところへ行こう。ブラックソーン、材料は集まったか？なあ、おかげさまでな。星のクズも他の材料も支度できた。いい気分転換になったよ、クライブ。またいつか二人で仕事をしたいもんだ。よし、俺はミスリルの鎧を作り始めるとしよう。出来上がるまでしばらく時間がかかる。他に用があるなら先にやっておけ。ありがとう、ブラックソーン。ミドに知らせておく。俺たちも自分の仕事に戻るわ。また何かあれば呼んでくれ。シドが壊したのはダルメキアのマザー。
ミスリルの鎧はなんとかなりそうだ。ブラックソーンが作ってくれているよ。よかった、これで一歩前進。それで次は何をすれば。次はミスリルの兜を頼む。こいつには空の文明の遺物を使う。遺物はとても頑丈だ。人が手を加えることなんてできないぞ。大丈夫、そのまま使うから。そのまま。ちょうどいい形と大きさの遺物に目星をつけてあるんだ。うちの助手を使って回収してきてもらえるかい。やってみよう。シド、こんにちは。ミスリルの兜の件ですよね。ああ、詳しい話を聞かせてくれ。それではこちらをご覧ください。ミスリル機関は内部でミスリル鋼を燃焼させ、その熱によって動力を得て推進力へと変換します。ミスリル鋼の燃焼では高熱が生じるため、過剰な熱を排熱装置を使って外へ逃がすわけです。ですがミスリルの鎧を通しただけでは船全体が逃げた熱にさらされてしまい大変危険です。そこでミスリルの兜の出番というわけです。ミスリルの兜はその排出先を制御するとともに、熱を滞留させることでゆっくりと冷却していきます。温度変化に強いとされる空の文明の遺物ならではの構造と言えるでしょう。また海溝部からの浸水を防ぐ役割もあります。海水や雨水が入り込むことで熱によって水が気化、急激に膨張し機関ごと船体破裂の危険が。わかった、その話はもう十分だ。ミドからミスリルの兜に使う遺物を回収してくるよう頼まれた。その遺物はどこにある。はい、ロストウィングから続くロベール林道に。ですが最近あの辺りに凶悪な魔物が住み着いているとの噂がありまして、魔物さえいなければ我々だけでも回収できるのですが。つまり俺はその魔物を倒せばいいんだな。やってやろう。ありがとうございます、シド。それでは早速出発しましょう。遺跡の近くでお待ちしてますね。お前たちはマスターについていけないんだ。さあ、こちらに。できてるな。今はやめておこう。
行くぞ。シド、お待ちしておりました。目的の遺物はこの先の遺跡付近に。噂の魔物もおそらくその辺りにいるかと。俺が様子を見てくる。少し待っていろ。目的の遺物はこの先の遺跡付近に。あそこか。こいつが噂の魔物だな。やるぞ。片付いたな。さすがシド、お見事でした。後のことは任せる。はい、責任を持って遺物を回収し隠れ家へ運んでおきます。頼んだぞ。ミドには俺から伝えておこう。各国の警備が強化されているようです。ダルメキアで大きな動き。来てくれたんですね。こちらがあなた宛てに届いた品です。こちらの品ですね。時々覗きに来てくださいね。
人の工房も掃除してやったら。さてどうするかな。ミド、ミスリルの兜もなんとかなった。間もなく届くだろう。ありがとうクライブ、これで二歩前進。よかったな。さて残るはミスリルの盾なんだけど、こいつが悩みの種でね。どういうことだ。ミスリルの盾には内部の熱に耐えつつ外部からの腐食を防ぐ役割がある。問題はその熱さ。あまりに高温で波の走行じゃ熱に負けてすぐに傷んじまう。だからって鉄や異物を仕込もうもんなら今度は重量過多だ。鎧や兜が重い分なんとか軽くしなきゃならない。熱に強くて軽い、この両立が難しくて困ってるんだよ。ハルポクラテスに相談してみるか。手がかりとなる文献を知っているかもしれない。確かに語り部じいちゃんは物知りだしな。クライブ任せていい。必要なことはこれにまとめてあるから。いいだろう。うなったり。上の憩いの広場で。ハルポクラテス、今話をしても。なんだねクライブ。ミドの悩みを解消してやりたい。これを見てくれ。特殊装甲ミスリルの盾か。あの娘の奇想にはいつも驚かされる。しかしこの必要なことというのは。内部の熱に耐えながら外部からの腐食を防ぐ。さらに装甲自体も軽くしなければならない。その両立にさすがのミドも苦戦してたな。なるほどの。それであんたに相談して何か手がかりでもと思ったんだが。クライブ、答えというのは案外と近くにあるものだ。というと。この隠れ家は黒の一帯に侵された水、黒の水の中に立っている。だが黒の水は普通の水に比べ木や鉄を早く腐らせてしまう。ああ、だから大工のバードルフや船盛りのオボルスはよく防腐用の薬剤で補修。薬か。ザンブレクに伝わる古い文書に月の雫という熱を和らげる薬の記録がある。それを城壁などに投封することで竜の炎や戦火から城を守ってきたとな。ならその月の雫を作ることができれば。防腐用のものと合わせることでミスリルの盾の要件を満たせるやもしれん。良い機会だ。わしも協力しようじゃないか。異なる二つの薬剤を生かすにはそれを塗る装甲にも工夫をせねばなるまい。この知識を装甲作りに役立ててみせよう。助かるハルポクラテス。月の雫と装甲。
手分けして進めるぞ。それで私たちが呼ばれたってわけね。そうだ、月の雫の原料の買い付けに行かなければならない。どちらか付き合ってくれ。もう一方はわしの装甲作りを手伝ってもらえるかね。頼めるか。ええ、任せて。私もいいわよ。二人ともありがとう。クライブ、分担はお主に任せる。決まったら教えておくれ。クライブ、原料の買い付けを頼むぞ。さて、分担はどうするかね。ええ、わかった。ところで、何が必要なの。文書に書かれておったのはこれらの品だよ。ニンニクに冷たがい、他の原料もそのあたりで買えそうね。昔の薬剤って言うからもっと大変かと思った。それらも当時は入手困難だったようでな。故に月の雫は次第に作られなくなり、歴史の影に消えた。しかし今では当たり前の品々、ノースリーチのマルシェで揃うはずだ。マルシェか。クライブ、先に向かっておくわ。ちょうど買い物があったから。ああ、後で合流しよう。クライブ、行ってらっしゃい。ジル、そっちも頼んだぞ。マルシェだ。タルヤを探そう。オリフレムにも魔法でしっかり冷やすんだ。久しぶりに来たね。魚が腐ったらてめえ。タルヤ、ここにいたのか。ああ、クライブ、いくつか店を覗いてみたけど、確かにここなら月の雫の原料が揃いそう。いろいろ買わなきゃいけないから二手に分かれた方がいいわね。わかった、俺が買うものを教えてくれ。クライブはニンニクとピピオの実をお願いできる？買い物が済んだら門のところで落ち合いましょう。何が欲しいんだ？はいよ、この品だね。またどうぞ。もっと安くしろよ。売れ残ってる。何か入りようかね。毎度あり。ちょうどだね。こんなところか。タルヤと落ち合おう。さあ、肉はどうだい。果物はいかが。まだまだ新鮮。どう、クライブ、原料は変えた？ああ、これだ。ニンニクとピピオの実。うん、大丈夫。語り部から頼まれていたものはこれで一通り揃ったわね。ねえクライブ、少し話しましょうか。
そういえば二人で出かけたのって初めて？言われてみればそうかもしれない。出会って長いのに二人で仕事に出かけることなんてないものね。そういえばマルシェで買い物があると言ってたが。ええ、いくつか薬草が切れてたから補充しておきたかったんだけど、目当てのものは品切れだったわ。だったら後でカローンに頼んでおこう。どうかしたのか？ちょっと思い出してた。以前シドともここへ買い出しに来たことがあったの。確かあの時も薬草が品切れでシドがカローンに頼んどくって。あれから5年か。まだこの間のことのように感じる。あれ、ということは私たちが出会ってからも5年しか経ってないってこと？ずっと昔から一緒にいる気がしてたのに。ああ、俺もそんな気がするよ。タルヤ、いつもありがとう。どうしたの急に？いや、深い意味はない。伝えられる時に伝えておこうと思っただけだ。私も感謝してる。あんたがいてくれたから今の私。ううん、私たちがあるんだもの。長いしちゃったわね。戻りましょうか。この原料で月の雫を調合しないと。先に帰って支度しておくわ。手間をかけるな。いいのよ。アルポクラテスに報告しよう。アルポクラテス、戻ったぞ。おお、クライブ、原料の買い付けご苦労だったの。今しがた月の雫の薬膳をタルヤに伝えたところでな。原料も揃っておるし、こちらは問題ないだろう。調合は私に任せておいて、しっかり作ってみせるわ。ああ、頼む。装甲の方はどうだ？バードルフやオボロスにも協力してもらってな、なんとか形になった。もう少しでできるみたいよ。ありがとう、みんな。それじゃあジル、月の雫の調合を手伝ってもらえる？え、わかったわ。そうそう、クライブ、二人の時間楽しかった。またいつかね。わしもクライブに礼を言わねばな。なかなかに面白いひとときを過ごさせてもらった。装甲ができたら月の雫と防腐用、二つの薬剤をまんべんなく溶かせねばならん。ミスリルの盾ができるまでもう少しかかりそうだ。お主からミドに知らせてやっておくれ。ああ、伝えておく。感謝するよ、アルポクラテス。
これでミスリルソは揃ったな。ミドに伝えてやろう。各国の警備が強化されているようです。ミドの工房も掃除してやる。待たせたな、ミド。排熱装置の部品が全て揃ったぞ。どうやってミスリルの盾を？お前の悩みは薬剤を使うことで解消したよ。熱に強くて軽い装甲を作れそうだ。今、アルポクラテスたちが仕上げてくれている。すごいや！やっぱりクライブは頼りになる。みんなが協力してくれたおかげさ。それじゃ、部品を組み立てる段取りをしとかなきゃ。ブラックソーンじいちゃんの手も借りよっと。ミスリル機関の排熱装置とは、そんなとんでもないものをよく思いつくもんだ。うん、褒められたな。呆れてんだよ。ミスリルの鎧を軸に構えるとなりゃ、ここじゃ狭くて無理だな。よし、組み立ては外でやるぞ。ミド、用意できた部品からデッキへ運ぶようみんなに伝えてこい。はいよ。それとハンマーを持ってきておけ。ここからは力仕事だ。承知。装置ができたぞ。ああ、我ながら惚れ惚れする出来だな。ありがとな、クライブ。ブラックソーンじいちゃん、あとはこいつを3機作るだけだ。なんだと？あれ、言ってなかったっけ？エンタープライズに搭載するのは全部で4機。排熱装置1つじゃ熱を逃がしきれないからな。あと3つも。心配しなくても大丈夫さ。この排熱装置を見本にして残りはカンベルの工房で作るよ。やれやれ。ま、何はともあれ一休みしようぜ。ミド、どうかしたのか？エンタープライズのことを考えてた。あの船を設計した目的は
遠い海の向こうを調べるため、もし黒の一帯の及んでない大地を見つけることができれば、たとえバリスゼアが全て沈んだとしても人は生き延びることができるかもしれない。私と父さんはそれを最後の希望って考えてた。だけどこうやって完成が近づいてきて、ふと思ったんだ。みんなで作ったエンタープライズをそんなことに使いたくないって。なあクライブ、最後の希望なんて本当はまっぴらごめんだ。エンタープライズで楽しく船旅ができる、そんな世界にしてくれよ。約束はできない。だがそのために全力を尽くそう。クライブらしい。そうだな、エンタープライズが完成したらクライブに預ける。クライブが目的を果たすまで好きに使ってくれ。いいのか。父さんもきっとそうしただろうから。ありがとうミド。さて、父さんとみんなの墓参りだったな。お前を連れていくのに随分遠回りになった。あー、ちょっとやることを思い出した。すぐに片付けてくる。ああ、わかった。オットーのところで待ってるぞ。了解。船つってるってミド先生が言ってたね。よう、クライブ、お疲れさん。ミドを墓参りに連れていくってだけでとんだ騒ぎになっちまったな。それであいつはどうした？やることを思い出したらしい。すぐに片付けるから少し待つようにと。ミドがそう言ったのか？そうだが。クライブ、そりゃあいつが面倒ごとから逃げる時の常套句だ。ミドのやつ墓参りをすっぽかすつもりだぞ。まったく。デッキを見てくる。オボルス、ミドを見なかったか？さっき出てったぜ。遅かった。向こう岸まで送ろうとしたら小舟を一艘買い取ってそのまま自分で漕いで行っちまったさ。相変わらず元気なジョーちゃんだ。そうそう、ちょうど俺もシドに用があった。あんた宛ての手紙を預かってる。何でも急ぎだからってロズフィールド卿の使用人から直接渡されてな。ありがとう、オボルス。いいってことよ。おじさんは一体何を？ガブをカンベルに名指しとなれば奴も喜びそうだ。それじゃ結局ミドにうまいこと乗せられたってことか？まんまとやられたよ。いなくなっちまったもんは仕方ない。次の機会にはゼアヒでも連れて行ってやる。しかしみんなで何かを作ったのなんてこの隠れ家を建てた時くらいだ。楽しかったよ。ああ、そうだな。さて、俺は墓参りに付き合ったらカンベルまで行ってくるわ。ロズフィールド卿のご指名とあれば断るわけにもいかないぜ。俺もその足で出かける。また留守を頼むぞ、オット。任せておけ。シドとみんなによろしくな。そうだ、クライブ、ジルから伝言があった。少し遅れるから現地で合流するってさ。それじゃあ俺たちだけで先に行こう。
シド、いつだったか俺に言ったよな。伝わらない言葉は発していないのと同じだった。でもこれだけは言わせてくれ。フーゴ・クプカは死んだ。みんなの敵を討ったよ。あの時、もしフェニックスの力があれば、シドも、みんなも助かったのかな。フェニックスにも血は覆せない。命には限りがある。だから俺たちは生きなきゃならない。人が人として生きられる世界が来る。その日まで。遅くなったわ。珍しいな、顔を出すなんて。仕入れに出る前にあんたたちの顔でも見ておこうと思っただけさ。ここに来るまでの道のりも随分と様変わりしちまった。ああ、黒の一帯は遠くないうちに大陸全土を飲み込むだろう。ならやることは一つだ。大地のエーテルを守るためマザークリスタルを破壊する。風の大陸に残るマザークリスタルはドレイクテイルだけだ。じゃあ決まりね。自治領島へ向かう。今やあそこはザンブレク公国の首都だ。クリスタル自治領だった頃とは勝手も違うはず。仕掛ける前に一度様子を見に行った方がいいだろうな。そのつもりだ。自治領島へ向かうんだったらこの子を連れて行くといい。グツを忘れたのかい。あんたはちまたじゃ滞在人なんだ。行商人の用心棒ってことにすりゃ一目もごまかせるってもんさ。悪くない考えだろ。お前さん家事道具を欲しがってたろ。ついでに買っといで。本当にいいのかい。やった、ありがとうばあさん。やめな、でかい数体して子供じゃあるまいし。ダルメキアのボクラド市場から自治領島行きの乗り合い馬車が出てる。もともとは行商向けの馬車だ。グツの承認札があれば乗れるかもしれないよ。クリスタルロードを長々と旅するよりはずっと安全なはずだ。ありがとう、カロン。グツ、よろしく頼む。こちらこそ。仕入れが終わったら俺も向かうよ。それじゃあ僕らの位置まで。話しな、痛いんだよバカ。ジルは俺と。わかった。ガブ。ああ、俺も行ってくる。頼んだぞ。誰に言ってる。見てるかい、シド。ヤッコさん、いい悪党の面構えになったじゃないか。